皆さん、こんにちは。生涯現役オンライン塾の、君平良三です。私はですね、2021年以来、生涯を、現役で、楽しく暮らすということを、目標にしておられる方のためにですね、生涯現役のために役に立つ、いろいろな、情報をビデオにして、発信してまいりました。ある時ふと気がつきましたらばですね、いくら各個人がですね、健康あるいはその気力を保ってですね、生涯現役を目指しても、日本国というね、国が、潰れてしまってはね、生涯現役は成り立たないということに気がつきまして、現在私の見たところではですね、多くの年寄りの方が意見一致してるんですけども、日本の将来は危ないと、日本は沈みつつあるという認識のもとにですね、日本を、沈没、日本消滅からですね、救おうというビデオもですね、何本か作ってまいりました。で、そのうちにですね、最近になって思いつきましたのは、日本の将来を考えるならばですね、我々年寄りはどうでもいいんだと、要するに、これからですね、現役世代として、日本を背負って立っていくですね、皆さんに頑張ってもらわなくてはいけないと、そういうことに気がつきましてですね、今回は生涯現役オンライン塾の、ビデオ講座としてはですね、珍しい企画で、20代の皆さんにのアドバイスということで、短くまとめてみました。で、この年になってみ分かる見ると分かるんですけれども、私自身あるいは私の周囲のものを見るとですね、大体その人生はですね、20代のうちに、ほとんど決まってるんですね。中にはね、20代は泣かず飛ばずか、あるいはあることを面白おかしくやってたけどもですね、30代40代で、挽回あるいは全然別な分野に、方向転換をしてですね、成功しておられる方もいます。ただこうした例外を除いてはですね、人間の、生涯はですね20代で決まると言って、過言でないと思います。そういう意味でね、85歳の、老人からですね20代の皆さんに、これだけはですね、20代のうちにやっといてくださいよというですね、アドバイスをいたします。で、まあ、主な項目はですね、後ろの表に出ておりますようにですね、ともかく20代では自分に適した仕事を見つけること、あるいはスキルを身につける、あるいはですね、人脈を構築しておこうと、発信力を高める、あるいはですね、とても今でもですね、年金は足りないわけで、これも今後ですね、20代の方が、年金が終わる頃にはね、とても足りないと思うんですね。だから、国に頼らず、自分で資産形成をですね、計画する、あるいはできれば始めるということでございます。それから、とかくですね、若い方が、関心を持たない、政治ですね。で、これはですね、いくら各個人が頑張っても、日本国がですね、政治悪政、これは今悪政が続いていると思います。もう30年間続いています。この悪政を正さなければですね、日本国の将来はありません。で、この解決策はただ一つ、いわゆる選挙にですね、投票することということでございます。それからあとは国際化、あるいは歴史を学ぶ、あるいはですね、家族の計画、こういうことをですね、20代のうちに、立てていただきたいということでございます。で、まあ、今日は言うならば映画で言えば予告編みたいなものでですね、本番は、生涯現役オンライン塾305番のですね、20歳の皆さんへのアドバイス、
20代でやっておくべきことというですね、あるいはですね、3月の、28日木曜日夜7時半にですね、生涯現役オンライン塾サロンというのをやりますので、そこでですね、皆さんで、ディスカッションをしたいと思います。ということで、よろしくお願いいたします。